トマト栽培のシーズンがやってきました。ハウスにビニールをかけて肥料をまいてトラクターで耕して灌水チューブを設置して、大まかな流れはこれまでの動画でも紹介していますので、よかったらご視聴ください。今年はちょっと変わった苗を植えることにしました。苗会社さんに2本仕立てにしてもらったものです。去年は普通の苗を植えてから成長点をカットして2本仕立てにしたのですが、そこから脇芽が育つまで時間がかかるので、この方が早く収穫をスタートできます。マルチの張り方も一工夫。以前の動画では苗を植える前にマルチを敷いて花を開けていたんですが、今回は先に苗を植えます。その後苗の両側にマルチを敷いてホチキスで合体。これだと隙間が少ないので植え穴から雑草が生えてくるのを防ぐことができます。ただぴっちり張るのは難しいので、風には少し弱くて苗が大きくなるまではマルチがめくれ上がらないよう気をつける必要があります。そして今年の切り札がこれ、 UFO か三葉虫のロボットみたいな形ですが、温度や湿度、二酸化炭素の濃度や日照量を記録してくれる装置です。ネットを通じてどこからでもデータを見られるので、遠くにいる時もハウスの状態を確認できてすごく便利。さらに記録した情報をもとにトマトが次にどんな病気にかかりやすいか教えてくれます。まだ使い始めたばかりなので、今後の動画でもう少し詳しく紹介できたらと思います。そんなこんなで今シーズンも無事スタートしました。収穫開始は6月下旬頃の予定です。今年も美味しいトマトがたくさん採れますように。